回は最近流行している山中鹿之助の対処を考える話。先に結論から言うと、敵部隊を均等に削らない、鹿之助以外の一部隊を集中で倒す、守りにおいては初動の上昇値は低いから一度下がって相手の強い時間を減らす。屈するものか。おらよ。呪い。負けた。リュウハ、発動。一の方。呪い。危ね。くよー、くそ、こんな雑魚に。いくよー、いくよー。逃げるが勝ちってね。やれやれ、しょうがねえな。どけ。頃合いだな。どけ。呪い。月よ、俺に七難八苦を与えろ。乱ってのは生きるための戦いだ。切られる時が来たか。今回はターゲットを長路から狙うことになりそう。下手に鹿を削りすぎると相手の火力が上がってしまうし、攻城力の高い鹿のところはローテで守るだけにするよう。おらよ、おらよ、おらよ。悪い子だ。こんな雑魚に。どけ。屈するものか。報復の。どけ。リュウハ、発動。見ろ方。こんな感じで守れれば景色でも最低限でしのげる。相手が4枚型なら守らなきゃいけない場所が減るから、このやり方だとさらに楽。リュウハ、発動。3の型。いらな。聞きなさい。どけ。どけ。主に侍、敵を斬る。鹿を削るなら亡霊間に削っておければ理想的。前期解放。前期解放。その先には再生が待っておるぞ。
げあげでいっちゃうよ。屈するものか。調子いいね。こりゃ勝ったな。鹿の捨て相手に景色で守るときに心がけてることの話でした。ご視聴ありがとうございました。静かに遊んで暮らせたらいいんだけどな。